はい、今日は久しぶりですね。カモン京都店さんの方に、来ております。だいぶね久しぶりなんですけども、早速ちょっと商品の方を見ていきたいと思います。だいぶ来てないんでね、相当新作が並んでいます。一個ずつねちょっと見ていきたいと思います。まずはナイキですね。ネイバーウッドパックでしょうか。この銀色のシリーズですね。で、今回基本的にラインナップはそんなに変わってはないんですけども、ここですかね、レジェンド8のプロの FG が新しく出ております。触った感じ、物見た感じは、エリートの FG 買われた方が良さそうな感じはしますけども、こんなのが出たりします。で、大きく買ったのがアディダスですね。基本的なラインナップはそんなに変わらないんですけども、AG が、ここら辺出てます。コパーですね、トップレデターの AG が新しく出てるところですね。で、今回 HG が、トップモデルはなくて FG と AG のラインナップになってます。で、プーマも新カラーですね、ライズアップパックでしたっけ、ピンクと、黄色のカラーが出ております。相当派手ですね。で、ソールがメタリックな銀色になっております。スペック自体は、特に変わってはないと思うんですけども、新しいカラーというところでかなりね、ド派手なカラーに仕上がってると思います。あとはちょっと前からなんですが、レザータッチというプーマキングシリーズの、新しい限定モデルも出てますね。特殊なレーザー加工プリントで、グリップパターンが追加されているようなスパイクとなってます。ここは黒と白が出てますね。隣には、ニューバランスとアンブロ。ニューバランスのテケラはねまだ入ってきてないみたいです。発売日がもうちょい先なんでね、入ってないですね。で、アンブロが今セールが始まってる感じで、この辺これちょっと見たかな、前見たかもしれないですけど、はい、ガク UVG モデルですね、もしっかり出てます。で、あとはミズノとアシックス、ここが結構ねいろいろ出ましたね。ミズノが今予約受付中となってます。モレリアネオ3ですね、出てますね。この辺のニットが使われたり、マイクロファイバーがさらにね柔らかくなってたり、カンガルーレザーもねこのソフトでふわっとした感じで、ソールもね新しくなってる、より柔らかく軽く薄くなったスパイクになっております。これはねぜひ試着してもらいたいですね。あとはアシックスですね、まずは新色ピンク、X フライ4のピンクですね、非常にかっこいい、カラーに仕上がっております。クリアな、ソールはピンクで仕上がってまして、濃すぎず薄すぎない、すごくちょうどいいピンクが使われているところで、これ非常にね女子の選手もですし、男性にも、すごく受けそうなカラーに仕上がってます。あとは AG ですね、この辺り、新モデルになっております。さっき担当の方のお話聞いたらちょっとねスリムめだそうです。僕の方でもちょっと今度ね、実際に履いてみようと思います。で、特徴的なのはやっぱりこのソールですね。人工芝専用設計の電柱ベースのソールに、ゲルが入ったり、この EVA のクッションが入ってたりと、かなりね、足の疲労を軽減するような、修繕仕上がっております。伸び止めもねしっかり入ってるし、中にも入ってるし、マイクロファイバーもねしっかりとカシッと、耐久性もホールド性もありつつ柔らかく仕上がっているので、人工芝でねプレーする方にとっては非常に、有力なチョイスになると思います。一応カラーはね黒も出てますね。で、こちら側がトレッシュフットサルシューズになっています。こっちもナイキが新カラーが、出てたりだとか、アディダスの新カラーですねが出てたりします。この辺とかもですね、はい。あとはフィーグロとかがこの辺りですかね。ウール、ロイシュ、ガビック、ナイキ、プーマ、アディアスあたりが並んでますね。で、あとはセールコーナーですね、現品処分、ラス1コーナー、結構安くなってそうな雰囲気があります。はい、この辺とか、こちらですね、セールですね、ネメシスだったりファントムビジョン2だったり、はい、ナイキプレミアもありますね。あとは DSL とかこの辺とかねすごくいいと思います。はい、というわけで今日はね久しぶりに、カモン京都店さん、来たわけなんですけども、非常にね、商品の方、この自粛期間を経てだいぶね、新モデル、新カラーたくさん、出ておりましたので、ぜひね皆さんもマスクつけて感染対策をして、お店の方ね、問題ない方は、足を運んでみてはいかがでしょうか。いろいろね本当に試着してみてもらいたいスパイクがたくさんあるので、ぜひね、足を運んでいただければと思います。というわけで本日の店舗レポートは以上となります。ご視聴ありがとうございました。